本当にこのね世代の人たち、親からの虐待を受けて親からの指示通り動いてる人は何でもかんでも自分の都合のように考えるんですね。でこれはそのひろしというやつがいるんですが、僕に対して背任罪や脅迫罪、もう逮捕が近いとかって平気で言ってるわけですよ。6件の刑事告発をしてると言ってるんですね。で青汁君がしっかりとそれは聞いてくれてるんですけど、じゃあこの件で受理されたのがあるんですかって言ったら、いや受理はされてないです。刑事告訴とか告発なんて誰でもできるじゃないですか。でもそれが全くその意味がないもの、事実ないものをやると逮捕監禁虚偽告訴罪で逆にひろし君が逮捕されるような案件、まあ逮捕というかね、ひろし君が刑事責任を負うということになると思います。でここについては法的な措置しかない、こ措置っていう漢字書けなかったですけど、法的な措置を行っていきます。まあそれは当然ですよね。こんな立花は間もなく逮捕されるっていうことをあちこちで吹聴してるわけですよね。でも全然この6件の根拠がない。都合のいいように人から聞いた情報の中から100ある中の一つ、自分にとって都合のいいものを拾い上げていく、そういう人格なんですよ。みんな見たらわかるでしょ。これ社会問題になってるんです、何度も言いますが。この20代、30代にめちゃくちゃ多いって言われてですね。で、反社から金返せと言われて困ってるって僕は言ってるんですよ。僕、反社から金返せ。反社からお金借りたこともないし、もう矛盾してるのがめっちゃわかるんですよ、これ。反社からお金を借りているのは、政治家女子48となりますよね。もちろん借りてませんよ。333人の債権者がいます。10億飛び 40.4 億円です。このうち2人反社だって言うんですよ。反社がお金貸してるんだったら、誰に返せって言うんですか、これ。大津さんが今代表だって言ってるんだったら、大津さんに金返せって言った方が合理的でしょ。少なくとも僕にも大津さんにも両方言うべきじゃないですか。なんで僕に反社の人がね来て、反社が僕に金返せなんて言ってきたら、それこそすぐ訴えるじゃないですか。あ、反社の人からね、お金返せって言われてます。で、そもそもこの333人の名前ってちゃんと出てますからね。見ようと思ったら見れるんですよ。お金貸してくれてる人、ちゃんと政治資金保護して出してるから。どの二人が反社やっていうねって話なんです。もうね、このひろしという人物は本当にもう、どう考えてももう幻覚妄想です。で、まあね、5月2日、まあ明日ですけども、そもそも明日、裁判の期日や新人期日ありませんから。何度も言ってますけど、明日までに和解の条件があるなら、あるいは反論することがあるなら出してねって言われてるだけで、裁判所に我々が来なさいとは一言も言われていないし、裁判所が和解の提案なんか出してません。むしろ裁判所は呆れ返ってるんですよ。何がしたいんですかと。仮の申し立てをして大津さんがね代表者だというようなことをされてるのに、どうしてここに来てないんですかと。27日の裁判ね、4月27日の裁判、先週木曜日、何がしたいんですか、持ち合わせていませんって言うんです。弁護士代理人のね、は急ぎであなた代表者としてやってほしいんでしょ。あなた自身が立花久美さんをもう代表者として裁判を起こしてますよね。その立花久美さんじゃない人、立花久美さんじゃなく大津さんが代表したいんですよね。何がしたいんですか。ここに書いてるのは選挙に影響が出る、でも選挙出てますよね。こう言われて持ち合わせていない。和解案についても持ち合わせていない。で、時間くださいと言いましたけども、連休明けまで待ってもらえず、5月の2日明日には、まあ、明日までは一応待ちますが、内容遺憾によっては債務者側ね、こちら側に伝えることなく決定しますよって言われてで、この取り付け騒ぎのことも言ってました。で、僕自分で言ってます、取り付け騒ぎ起こしに行った、それ当たり前じゃないですか。このまま大津さんが代表していたら、お金を貸してる人が不安になってみんなが金を返せって言い出すのに決まってるじゃないですか。大津さんを操る黒川君という人間がいて、この人間に130万円渡すなんて、あとプラス大津さんに月100万円渡すなんて言ったら、不安に感じた債権者が
金返せっていうのは当然じゃないですか。それをまるで僕が悪いことをしたかのように言ってるんですね。もう全然違いますか。で、あと3億円の僕が党からお金を借りています。でこのお金をめちゃくちゃ皆さん説明してるじゃないですか。3億円の内訳がわからないって。すでに2億円ガーシーに貸してますよ、僕個人として。党から僕個人で借りて、僕は個人としてガーシーに貸してます。これずっと言ってるじゃないですか。で残りの1億円は僕がこの NHK から国民を守るという党を作るときに選挙でめちゃくちゃ個人としてお金借りたんです。当時は個人でして借りなかったから、個人で借りたお金を立花が党から個人的に借りて返してるだけじゃないですか。3億円ちゃんと説明してるじゃないですか。説明してるのにね、この妄想どもはですね、そう自分にとって都合の悪い情報入ってこないんですよ。で反社から2件は言ってますけど、で